よいしょ。はい。どうもこんにちは。突然なんですけれども、チャンネル登録者が、1万人を突破しました。まあ皆さんにね、こうやって見ていただけないと、まあこれほどの登録者にはならないわけでして、まあ皆さんに感謝の意を、伝えつつ、このチャンネルをいろいろと振り返っていって、これからの活動について、ちょっとね、お話をしていければいいかなと考えております。1万人っていうのは結構大きな節目だと、個人的に思っております。YouTube の方でもこのクリエイターレベルっていうのを、まあ、設けていまして、この1万人から10万人のチャンネルはブロンズというですね、レベルとなっております。このブロンズっていうレベルになると、YouTube の方からも様々な特典を受けられるっていうことで、まあそれなりの大きな規模のチャンネルになったんじゃないかなと、まあようやくですね、実感してきたところですね。まあ特典といっても、YouTube スペースとかって言って東京の方まで行かないと、いけなくて、ちょっとそれはね、大変なので、あんまり特典というものは直接は受けられないんですけれども、まあそういう規模のチャンネルになったんじゃないかなと思っております。でですね、このチャンネルは、2014年の夏から始めたチャンネルでして、始めてから4年と半年が、経過しました。始めてからですね、結構長いチャンネルですね。登録者の伸びも本当にじわじわと伸びているといった感じとなっております。最近あまり動画投稿できていないんですけれども、それでも、月に200人ぐらい、伸び続けているといった感じとなっております。で、動画の総再生数なんですけれども、まあ、現時点で270万回再生されています。有名な YouTuber とかは1本の動画で300万回とか、まあ、簡単にね、言っちゃったりするので、まあ、自分の4年半はすごいね、ちっぽけに見えちゃったりするんですけれども、まあ、参考になるかわかんないですけども、大阪市の人口が270万人近く、いるとのことで、かなり想像しにくいんですけども、まあそれなりの、多さかなといった感じです。米津玄師のレモンっていう曲がですね、3億回再生されたということで、まあ日本初ということなんですけれども、すごいですよね。100個自分のチャンネルがあったとしても、その3億っていう数字に達しないと考えると、途方もない再生数ですよね。で、一番再生されてる動画は、文房具の大人買いのパート1ですね。現時点で31万回近く再生されてて、今でもたまにコメントが来たりと、結構多くの人に見られてる動画かなと思っております。で、自分の一番再生されている上位4本の動画っていうのは全部2014年に撮られたものなんですよね。始めたばっかりの頃の動画が、まあ、今でもかなり多くの、人に見られているといった感じとなっております。逆に最近の動画っていうのは、そんなに10万回を超える動画っていうのは全然出てなくて、ちょっとね、昔の動画をやっぱり参考にしつつ、やっていく必要があるんじゃないかなと、まあ、自分でもねちょっと感じております。まあ、そんな感じでこれまで出してきた動画を振り返ってきたんですけれども、これからの動画投稿についてお話ししていきたいと、思います。まあ、正直言ってこれまでのですね、動画投稿のスタイルっていうのは結構独特で、たくさん動画を出す時期もあれば、その滅多に動画を出さないっていう時期もね、ありました。そのせいで結構皆さんには本当にご心配を、おかけしてしまったり、したので、ちょっとこれは良くないなと思いまして、これからなんですけども、ほぼ一定のペースで動画を投稿していこうと考えております。目安としては週に1本以上ですね。最低でも週に1本出して、
まあ、それでも余裕があればプラスで動画を投稿していくといったスタイルで、まあ、これからやっていこうかなと、考えております。はい、ということで今回は、かなり長くなってしまったんですけれども、まあ、1万人突破したということで、まあ、本当に皆さんにはありがとうございますっていう感じですね。まあ、これからも、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。